識無意識の話、うん、無意識の時の自分を自分で自覚するのってめちゃめちゃ難しいので興味があります、うん、だって無意識意識できたら意識ですからね。ごめんそれ先に言っちゃダメ先に言っちゃダメそれ先に言っちゃダメ、はいはい、というところで、はい、ユングは、はい、あるディスカッションでこんなことを言ったと、うん、無意識に関して面白いことは、うん、まさにそれが本当に無意識であることだと。面白いですよね無意識はね、はい、うん、無意識なんですよ、はいはい、そんなわけで彼はユングは、うん、無意識という言葉を定義するのではなくて、うん、否定として、うん、すなわち意識的でないものとして理解するのであると、うん、こうして無意識は差し当たりカントの言う意味での限界概念であり否定的にのみ使用されるものであると。ちなみにこのカントの限界概念とはですね、うんうん、私たちが知覚や概念を理解する上で、うん、その対象がどこで終わりどこで別のものが始まるのかを理解するための概念ですと。言い換えると限界概念は私たちが知覚や概念を捉えることのできる範囲を示すものであり、うん、その範囲を超えるものは理解できないとされます、うん、例えば空間や時間の概念は限界概念ですと、うん、空間は私たちが物体を捉えるのに必要な概念でありそれがなければ私たちは物体の位置や関係を理解できません。しかし空間の限界を超えることはできず無限に広がる宇宙や時間の始まりや終わりといったことは理解できませんと、うん、また道徳的な価値観も限界概念の一つですと。私たちは自己決定や論理的義務といった概念を理解しそれを実践することができます。しかし私たちが完全に正しい決定を下すことや完全に義務を果たすことはできず限界を超えることはできませんと。カントの限界概念とは私たちが理解できる範囲を示しそれを超えることができないことを示しています。なんとなくわかりますかね。概念を超えられないってことじゃないですか。これはこういうものだって概念が人々の頭の中にある。別でね、はい、でそれをもう超えることはできない。もう概念作っちゃってるこの人の中でね。この人の中で、はい、多分この辺、うん、でまたこれはあの教育もあるし教育もあるし、文化、うん、日本という文化もあるだろうし、うんうんうん、だからまあ概念、まあ、そこが限界なんじゃないですか、はい、まあ、概念だから、はい、で違ったらごめんなさいね、はい、なんで僕がここで面白いなと思ったのは否定的にのみ使用される、うん、これは無意識イコール否定的にのみ使用されるもの、うん、っていうこと。無意識に、あ、もう一回、無意識っていうのは、うん、否定的にのみ使用されるもの、うん、もう一回言いますね。例えば、はい、ここに書いてあるんですけどこうして無意識は、うん、差し当たりカントの言う意味での限界概念であり、うん、否定的にのみ使用されるものである、うん、って書いてあるのは、うん、僕の中ではなんか例えば、はい、この動画の中で例えばたまにね僕が宗教的な話をすると、うん、結構隊長はね、はい、露骨に嫌な顔をするんですね。ん、何の宗教的な話。別に嫌な顔をしてるつもりはないですけど、ね、ね、ある動画で、はい、橋爪大二郎の宗教講義みたいなのを持ってきて、うん、なんかその本の趣旨としては、うん、宗教を持つのはいいことだぜみたいな、うんうん、で世界の宗教を、うんうん、紹介しますみたいな、はい、本を持ってきた時に、うん、それをわーってやってる時にですね、うん、もうすっごい嫌そうな顔で退屈だなじゃないですか持ちませんみたいな、あっていう、はい、その否定的な現れの時に、はい、無意識的に何かが出てる、うん、出てくるものが、うん、無意識なのでつかめないんですけど、はいはいはい、無意識的に出てくる、うんうん、そういうものが、うん、無意識なんだって思ったんですよ、はいはい、なんで僕にも、うん、何か人からパッて言われて、うん、出る無意識的に
わっと湧き上がってくるものが、はい、無意識なんだ、うん、っていうことっていう理解なんです。今別に僕宗教は否定はしないですけどね。あ、わかりました。はいはい、はい、あで僕はその時にそう感じたんですね、うん、露骨にっていうその僕の体調を見る、はいはい、調子がいい時体調と、はいはい、気分が乗ってない時体調、はい、この気分が乗ってない時体調を否定的、うんうんうん、否定的なものが出てきた、うん、とすると、うん、あれは無意識的に何か金銭に触れたのかなと思ったんですよ。金銭には触れてないです。多分素にしてるだけでそうやって捉えるじゃないですか。機嫌が悪くない時でも、はい、素にしてるとなんか怒ってますか的な機嫌悪いで要は僕はここで今何が言いたかったかっていうと、定的にのみ使用されるものであるっていうのが無意識なのか、うん、っていう理解で若干います、うん、けれども我々も無意識を無意識のまま経験できず、そのようなことがあれば限定的に矛盾となろうと、ただその働きを経験できるだけなのである。それゆえにここでは意識だけの関与で説明できない、いわばある人に降りかかってくるような働きの例をいくつか論じることで満足せねばならないって出てくるんですね。なので、体調はどんな時に否定的なものが出てきますか、はい、否定的なものなんか制限じゃないですか。いやそうで僕は、うん、その先ほど申し上げた、はい、宗教的な話の時の動画は、うんうんはい、宗教を持とうぜみたいな動画だったんですよ、うんはい、っていうのに、うん、否定的な何かが出たのかなと思ったんですよ、はい、要はその本の趣旨である、はい、宗教を持とう死生観を持とう、うん、みたいなのを是として、うんうん、それをやろうっていうスタンスで私は説明をしたのに、うんはい、持たないっていうスタンスもあるだろうみたいな。まあ、うん、持たないっていう宗教ですよ。まあそれも宗教ですけど、はい、そういうのが出たのかなと思ったんです、はい、で多分僕はまあその体調の中にその否定的な何かを感じ取ったんですけど、うん、そういった無意識を僕たちは意識することができないんですよ、うん、でユングも言ってるようにただ降りかかってくる、はい、降りかかってくるものを見ることで、うん、自分の無意識っていうのが分かるんじゃないっていう、うん、なので、うん、残念ながら、はい、無意識は定義されておりません、はい、が降りかかってくるもの、うん、まあ見える見えはするって話ですよね。自分でも、うん、決まってああいう時ってああだよなっていうのはありますよね、うんうん、でそれを意識してないけどって話ですよねっていう話。意識した瞬間意識になる意識した瞬間意識になるので、はい、全容は解明できないが、うん、多分パターンとかユングがやった2つの明確な仕事っていうのはコンプレックス複合的な意識の発見 と、うん意識の方向をつけることの類型学をやったよって話なんですけど、はい、うんうん、基本やっぱりこの臨床の現場で人が動けなくなっていくわけじゃないですか、はい、うつ、んうん、とか、うんうん、まあフロイトもユングもうつだったらしいですけど、はい、この動けなくなったものを解きほぐすのに、うん、なぜその怒りが湧いたか、うん、怒りとか否定的なものが湧いたかっていうのを探っていくと、そのほどく何かが見つかる、うん、まあ、否定的なものすべてですかね。ネガティブな感情、あの本当に降って湧いてくるじゃないですか。はい、そういうのって不安みたいなのもそうですよね、うん、はい、で、うん、この本の中で挙げられているのは第2章無意識の創造的な働きっていうところで、うん、思いつきっていうのが出てくるんですね。はいはいはい、思いつきは、うん、いわば完成された産物であろうと、うん、本当に上から落ちてくるものだと、まあ、語源的にもよく降ってくるみたいなのを言われるが、はい、まさにこのより高いところにある無意識に起源があると推測されることを示唆している、うん、そのことは意識か
という部別的な表現の使用への警告となろうと、うんうん、思いつきという表現はここでは多分英語とかでは英語なのかな、ラテン語なのかな、エインフォールって書いてあるんですね、うん、ドイツ語なのかな、まあ、わかんないですけど、要は降ってくるもの、はい、なのでなぜ意識かっていうかみたいな、うん、した部別的な表現をなぜするか、うん、みたいなことが書いてあります、うん、この思いつきという表現はすなわち非常に頻繁に生じる現象として理解されねばならず、障害とは反対にまさにそれが欠けていると不快に感じるのであると。だから例えばもたつかずに言葉がスラスラ流れ出る時にも思いつきは機能しており、これに関してもまたその比喩的な表現からそれ自体で湧き出ているある源泉、つまり他ならぬ無意識が想定されることがわかるのであると、うん、こうした背後の力は言葉の使われ方からもわかるように、与えられてあるものと素朴に信じられている、うん、多くの場合その機能は全く気づかれず劇的でない仕方で働いている、うん、しかしひとたび良い思いつきを得たのなら、うん、我々はもはやこの機能の自律性を認めようとせずに、それを考え、うん、と名付け、自分でそれを作ったとうぬぼれるのであると。多分ここで書いてあるのは、うん、ひらめいた、うん、みたいなものも、うん、無意識だよと、まあ、そういうものが無意識って話ですかね。でそれを、うん、よく我々は、うん、俺が作ったものだと、俺がひらめいた、ひらめいた、うん、僕の考えです、うん、意識化です、うん、ってするが、うん、無意識なんじゃないのって、うんうん、いうことが書いてあり、またこの思いつきの後には無意識の妨害的な働きっていうのがあり、うん、言い間違いとかね、はい、どもるとか、うん、失うとか、そのよくなんか学校行きたくない子が、はい、その日に学校に持っていかなきゃいけないものをなくしてしまうとか、うんうん、要は学校に行きたくない子が、はいはい、うん、行きたくないがために、うん、無意識的に、うん、その日学校に持っていかないといけないものをなくしちゃうんですよ、うん、でこれがないからいけないみたいなっていうのも、うん、あ、たちこういうの聞いたことがない、あまりないです。なくても行かなきゃいけないじゃないですか。要は何なんだろう、なくて行かなくていい、無意識的に、うん、要は行かないように、行かなくてもいいようにとか、あ、行かなくてもいいようにお腹が痛くなるとかは聞いたことあります。あ、そういうのも書いてあります、はいはいはい、あ、僕そっちの方が分かりやすかったので僕は今その例を紹介したんですけど、うん、要はそういう、あとなんかその河合駿さんも紹介していたのが、うん、ある女性が旦那に浮気された、うん、が女性はそれを大したことがないと思おうとした、はい、時に、うん、そのある時にその旦那の話が出てきても、うん、その旦那の話だけが耳に入ってこないとか、うんうんうん、っていうのも、うん、その過去の傷を思い出したくないから、はい、その旦那を忘れようとするみたいな、うんうんうん、そういうのが無意識的に、うん、クリエイティブに働いている、うん、みたいなことが紹介されています。嫌な仕事を忘れるみたいな僕は忘れられない忘れられるタイプじゃないんですけど、はい、まあ、そういうこともそうですよね、うん、いや無意識は分かってるんですよ、はい、僕のことを、うん、とてもクリエイティブに守ろうとしてるんですよね、うん、